対戦じゃー、いい草じゃいて飲んでからのふっフェジてててててててちょ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 こいつすぐ逃げるんだもん、卑怯じゃね。ほっちょちょちょ、転がっても仕方がないんだよ。ててうえもう今日もこういう開幕30秒でお亡くなりになるというところからのスタートでゴンス。まあ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 、ちなみにあのセーブだけしてね、あの一切ね装備運動も全く整えてないですからね。おしっけい、じゃあなんかもう攻撃がよく分からなくなっててね、多分むちゃくちゃなってるんですよ。ほいほい、ちょっと危ない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 、しっぽ切り、しっぽ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 、ティーティー、どこ行ったですよね。甘い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 、もう持久戦で行くぜこっちは。俺ティー、うっそ、ガードしてたっぺや。R ボタンがどうやら効かないようです。やばいな、こんなに死ぬゲームだったんだ。情けなくなってきた。あおららららら、あおららららら、ちょちょちょ、ガードしてガードして、ほい、飲み方が雑。 OK、おりゃ飲みながらの回数、ちょちょ全然あれなんで、ガードする気がないんだよな、こいつな。てぃ、あ、どこ行った、出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 た、違う、ほいほいほい、え、出た、出た、出た、それそれめっちゃ食らうんすよ。ダイレクサーやっちゃった。あれ、ほっ、ほっ、あ、ちょ、ガードしてよ、ガードしてよ、ガードしないんですね。物理向こう、いいね、物理向こう、物理向こうになった瞬間にもうやっちゃうよ、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 物理いつまで向こう。ああ、まだ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 いける、まだ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 いける、おら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 、物理向こうになっているタイミングで結局こんなの運ゲーなのです。おら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 、攻撃が届かない、やばいやばい、連続ギリ、HP アップ、ちょっと待って、あ、てて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 ダブルブルブル、ポーション、ポーション、あ、振ってこれ、ずる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 、ジェイクする、お前は連続切れ、あー、超シスネアタック、控えめなおっぱいがその人気を集めているんです。性格も男勝りで素敵、ほら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 、ザバン開始。このすぐにこう、なんかあのゼルダのレースみたいに画面をこう切り替えられないっていうところがあれなんだな。おら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 、やばいやばいやばい、これ死んじゃう、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 これ死ぬんじゃねえか、やべえんじゃねえか、死ぬぞ、死ぬぞ、死ぬぞ、もっと熱くなれよー。いやー、殺され方としては清々しいですね。装備を整えるって言っても何をどうしたらいいですか。だってもう無理じゃね、違う。何が弱点なんだろうな。最大魔力を、ああ、もうこっちにしとく？でも今アップしたところで意味がないんだよね。光剣プリザード、パワーアタック。あ、パワーアタックとか言ってみる？サンダーを今使っても仕方がないから、パワーアタックにして、ちょっと待って、パワーアタックは 何ボタンにした？ボタンですね。OK。よし、いやもうみんなが飽きてる、みんなが飽きてる、この戦いに。よし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 、ガッツイ、魔法向こう、魔法向こうは今強いのかどうかよくわかんないけど、とりあえず魔法、よし、ポーション、オッケー、いいですね、いいですね、いいですね、ガードしてくれない、おら、マジでつれえ、ちょっと待って、マジでつらいな、これ。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。いや、食らうのかよ。あ、そっか、これ、なるほど、走り続けた方がいいってことか。そういうことだよね。よし。よし。端っこ、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 行けっちゅうの。飲め、飲め、飲め、飲め。ほっ。
よし、一発で見ないんだよな。これは遠くから攻撃をするオチなんですか？てかパワーアタック使えねえな。いやー、まさかこれにワンパークを使うわけにはいかないんですよ。よいしょ、これ端っこに行ってても意味がないんですね。そうですか、そうですか。体力高すぎねえか、こいつ。しかも、俺の体力、攻撃力が低すぎるということだな。いってー、逃げようと思ったけど、端っこに逃げられないよ、ち。よいしょ、あ、あや、クラウンか、クラウンか、意味がねえな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。どこ行った、どこ行った、どこ行った、どこ行った。今のうち、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 今のうち。クラウン関係ねえ。クラウンが関係、あ、ちゃんと鍛えたんだろうな。鍛えてます。レベルアップしたし、楽勝だぜ。では、成果を見せてもらおう。あ、はい、その前になんか死にそうです。大丈夫ですか、ね、先月のお前のデータだ。あ、データドリブルですね。覚悟しろ、先月の俺。ありゃーまるで成長してないか。訓練中止。うわ、俺と同じでも預けてみる。マジっすか、それはぜひお願いします。オッケー、ちょ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 、てあ、ずるいですよね。とりゃ何をしんねん。バレットラッシュ、あれ連続ギリ、あれさっきなんかハートラッシュレベル5って言ったのに関係なくなっちゃいましたか。やばい、あれ、ああ食らなかった。ほっ、よし。このままこのままゴリッともうちょ、25%食らうのか、メガフレア。いける、もうなんとかゴリ押し。減った分は飲めばいいのです。あー、やりすぎってことで、あー、ちょっと待って、レベル10に今なるんかい。これなんか溜まってるってことですね。女子はレベル3ってことは多分1000くらい食らしてくれるでしょう。これ勝ったら俺の喜び全どころじゃなかったー。ポシュ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 ポシ
18年、ああ高校生活が終わってしまった。ああ俺の勝ち。これバハムートが出せるようになったってことだよね。なんちゅうのよこしてきやがったんだ。これみんな初見でクリアできるのすごいよね。もう15回くらい死んだよ多分。1回死ぬのに1年経つっていうことを考えたらもう召喚獣をこんなことに使うなよ。いやマジでそう。ソルジャーの誇りはどうした。俺たちはモンスターだ。誇りも夢もなくしてしまった。モンスターじゃない。
辛かった。確かここでチャプタークリアだったのかよ。じゃあやればよかった。そう、まあセーブはします。いる。戦争が終わったぞ。終わりましたね。みんな喜んでる。でも俺はだからあれが終われば前回チャートは前回パートはクリアできてたっていうオチだったのに、まさかここまで苦労させられるとは。いや、パワーアタックも全くもって見なかったし、そこで戻さなきゃ、あのなんとかサンダーに。あれなんだね、即位してなくてもレベルアップしてくれあてはないか。どうなん、どこ行っちまったんだよ。どっか行っちまいました。あれあれを戦争が終わってからどのくらいの時間が経った設定になってるんだろうね。久しぶりだな、ザックス。セフィロス、ラザードの部屋へ来い。あ、はい、わかった。それ、ああ、自分で、ん違う。マテリア、ああ、そういうことか。よし、ライドマンが出た、完成、完成。白衣の天使、白衣来た、黒髪、メガネの男を見たことがある。ああ、北条のことかな。トレーニングルーム。で、なんかレベルがすごく。で、ちょっとこれ戻っちゃう、間違えた。装備で、パワーアタックが思いのほかちょっと私には合わなかったというのでダークサンダーに戻しましょう。マッペリア。それあれか。売りさばいてってことだね。あ、今いらないか。で、ちょっと待ってね。ショップ。シンラビルショップ。誰でも使える。また、エーテル、ソーマ。エーテルとソーマのね、使いどころとかっていうところが大事だもんな。で、これ、マテリアル、あ、違う、マテリアルルームに行っても今意味がないんだよな。確か魔鉱石がねえもんな。よし。じゃあ、メインストーリーを進めるのは、今持ってないもんね。メインストーリー、なんか急に現れたぞ。お前さっきまでいなかったから消えてただろ。開けてびっくり、トモテ箱だ。メインストーリーを今から進めちゃうと、あれだから、いろいろとこうちょっと、とりあえずな、じゃあ、治安維持部隊。再挑戦。支援メカも。はい。魔法剣サンダー。ブリザードしかないもんね。あれこれ弱点なんだっけ。じゃあ、残り2、30分は、ちょっと、いろいろサブミッションをクリアしていくというパートにしていきましょうか。あ、チョコレート脱出するからね。すげえ待ち構えてるやつがいるんだよなぁ。おーおーおお、なんかメカ来た、メカ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 手榴弾ダーン。あぶね、あー食らってない。よしよし、レッド操作で、あと1匹どこ行った。おーおー、そんな装填をしている余裕なんか貴様になど与えられないのですよ、五兆さん。僕が欲しいのは100兆円です。学校でも何、学校何個作れねえって話だけど、何個、何箇所か。ポーション。エクスポーション。おい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 。拾ったらね、レッド操作。よし、オーケー。せい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 、我慢開始。オーケー。その爆発したところで意味などないのです。で、こっちは行っちゃダメっていうことね。じゃあこっち行きましょう。あいつがラストかな。あいつ隊長か。隊長お話ししませんってか。ティーティーティー、うまいな。あー、なんかこいつ HP いつもよりないか。オッケー。ティー、おいしょー。隊長は燃えたら燃え尽きる男なんです。燃え尽きないやつなんかいるのか。また言い訳するんだろ。また負けるとは。もう我々も本気になるぞ。訓練だと思って下手に出ていればいい気になるよって。第3回行動訓練のその日、貴様らソルジャーにとって屈辱的な一日になる。すげえ言い訳を並べ立てられている。さ、そもそもサブミッションがあれか、今クリアできないようなレベルで出てくるっていうことがないってことなのかな。そんな気がしてきたけどね。とりあえずなんかすげえ言い訳をベラ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 と並べ立てられちまったっていう気がする。じゃあジェネシス軍を倒せ。一個ずつやっていこうか。ブロンズバングル。
おそらく M3 ショットガンかな。さあ行くぜ。ミッションも楽しいね。なんかわあめっちゃ待ち構えられてるわん。ん、あったあったあった。曲がまずなんかかっこいいよね。石井さんだったっけな。ドーク、あーてて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 、うらうらうら、アンジールが出てきた。アンジール、アンジール、ジル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 、おらおら、あブリッツだ、ブリッツだ、ブリッツだ、やばいな。さっきのあのなんかあのぬくぬくと押しつらせられた兵士たちと違って、こいつらの方が攻撃力が圧倒的に高くて強くて速くて安心ですね。あいわいわいわ、抜けやがった、うまいぞ。チェイやばいやばいやばい、強い、こっちに宝箱があると。こっち行ってもしかた、宝箱を取りに行くためにはこっちに来いよっていうことね。エクスポーション、まあこのサブミッションをクリアするためにあの使うわけにいかないですからね。この待ってるやつがラスボスってことだ。ロケになる。おら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 、弱点ポイズンテール、ポイズンテール、ポイズンテール、おらチェイ。オッケー、アサシン上から降ってくるぜ。お気をつけて、交通事故にご用心。ありがとうございます。やっぱり FF といったらこのタタタタポーポーポッキーゲーム、1本1000円でチュッチュできるっていうね。 OK、 じゃあ続いてウータイちゃんと追いましょう。対ソルジャーモンスター防弾チョッキ、今のままで装備の方はレベルアップしていくのかな、どうなんだろう。裏の方の宝箱は情けですね。うわ急にテイセ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 イ、よいしょ、あちちちちちアセフィロス、ちゃ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 と思ったら乗っちゃった。あった、宝箱に誘われて誰かにチュッチュッとされましょうって、めっちゃゴリゴリ待ってたわ。あーなんだ、金閣、銀閣、いきなりか、ちょちょ、いきなり金閣、銀閣てか、なぜかあの普通に燃やしちゃった。だけどやっぱり攻撃力が高いのね、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 降ってくる。こっちどっちかが効いてたのかな。よいしょ、ちょやっちやっていってて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 てはい、OK、アウトラッシュ、Xボタンで急に始まる天下一武闘会。踊れがピッコロであるならば、私は武空術で最後にヘッドハンティング。それは転職サイトのボシメシ。やっぱあのこいつあのサイドソルジャーだっけ、なんかドラクエに出てくるやつみたいな感じがするよね。これで終わらないよね、さすがですよ。よし、オッケー、あらあら、これ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 、もうこうなったら物理的にどこまでも燃やして尽くしてエアストライク。これ使ってて貯めるとかって、あ、じゃあなんだなんだ、もしもし、頑張ってるって、あ、使わないでやってたら次に使えるっていうことだったっけ。あ、もうちょっとそのシステムがよく分かんなくなった。うわ怖い、恐ろしすぎる。食え混合棒、うんうん、いやもうベラ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 喋りまくるからさ、もう寒くなってきている季節にもかかわらずさ、アイスコーヒーが止まらないんですよね。体も熱いし喉も一定し、頑張ろおっちゃん頑張るって。北条の研究サンプルモンスター、わあ召喚獣との、これえ違うな、アハムートとは珍しい。いや絶対まだまだまだ絶対まだやんないよ君とは。待って、こんだけやってってて、まだ5、6個だけど、まだ 2% なんだ。何個ミッションあんだって話だよね。ミッションスター、バハムートね、じゃバハムートじゃ、イフリートを、あててててててて、ほらほら、ジャブ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 、ウィークネス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 、
ちょっと待って、ちょっと待って、全然ガードしねえ。あ、ちょっとファイヤーやってる、ファイヤーやってても仕方ない。あ、ちょっと、やばい、なんかこいつ、なんかあの、本気よりも強い。本気ほどの炎がないからか。おらおっしゃー、こうやってボコボコになってる間に、いけアワニス。え、降ってくるー、やばい。ナメプをするとこうなるんですね。もう一度戦いましょう。ナメプしちゃダメよっていうことですね。はい、すいませんでした。さすがにナメプしすぎてるー。ちょっと、よし、あちゃ、なんなのこいつ、腹立つわ。これ以上、まさかの、ちょっとすいませんでした。あらぬ格好をお見せしてしまったことを、私心の底からお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。ミッションでもこういうことが起こってしまうということで、まあすっぺり直せるっていうのがこのゲームの中優しい仕様かもしれないね。昔のゲームとかだったらさ、セーブポイントからやり直させるみたいなことがあったりとかする、ね、貴重なものを持って、アイテムを求めて、フェニックスの、おあれだね、多分、なんだっけ、死んだら生き返るみたいな、そういうオチのやつかな。あれ、俺持ってたってことなのかな。なんか、かつて死んだ時に一回蘇ったことがあるんですよね。ゾンビのように、不死鳥のように舞い戻れ。なんか怖いのが来た。しかも、なんかレベルが、なんか強くね、HP 高っけ。あれ攻撃力はしょぼい。でもなんか毒ってる、やばい、毒ってる。ちょ、フライヤー、飛んでる目、お目目が飛んでる、お目パッチリ、やばい。待って、毒でじわじわ、7とか減ってる、じわってる。あっぶね。あ、やった。ハイポーション。あ、R2 でもあれなんだ。わあ。これじゃこれで。ああ、くら。ふい。ふい。よし。どうしてもあれだね。おっさんだからさ、一回つけたボタンをなんか一回押したボタンをなんか押しっぱなしにしちゃう癖があるな。連続ギリ。今使うべきじゃなかったかもしれない。貯めとけばよかった。まあいいや、ちょっと面白いし遊んでこう。あれ、ティー、おしまいです。チャ、ダークファイヤーボーナス。わあ、面白いやつがいる。ウィークネス。ああ、よかった、ウィークネスで。はい。あ、超頭からつららが降って落ちて。凍って終わりです。敵上殺、チャーラーチャーチャー。セティロスゼル、めちゃくちゃお前コンディル高いです。あ、でも、ハット、あ、そうだ、レベルアップしてる。でも、まだ使わないです。まだ使わない。さすがに。コウキさん、ありがとう。X の、よし。うん、そうだよね。回復してくれる系男子ってことだよね。もうこれやってる方は楽しいけど、見てる方はどうなんだろう。あ、まあそんなことは気にしない。ミッション、ああそういうことか。 3%、 5% まで頑張ってみる。マテリア、
サイレス、沈黙の効果を与える。はい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 。マスターになっちゃった。あれ、これマスターになったってことは、これ違うのをやった方がいいってことなのかな。これのだってなんか詳細とかなかなかなかったりするもんね。ケアルルルル、魔法使い、ゴリラ、どうだかな。14個持ってる装備。そうそうそう。で、銅の腕は最大 MP が20アップする、ヒットバンド力が5アップする、防弾チョッキ体力が30。あ、そういうこと。 HP じゃなくて体力が30アップするってことか。フォースブレス、魔力と精神が、でじゃあ魔力の方がで最大 HP が10ってことは、体力ってなんだ。体力と HP の違いがよくわかんないんだよな。じゃあ、今出ているものでマテリアハンターザックス、マテリアハンター始めますじゃなくて、これはやって、えジェニシス、これバハムート違うな、まあ、とりあえず魔鉱石一回やってみましょう。なんかあれだね、裏でやってメインストーリーを進めていくだけにするのがなんか正解な気がしてきたね。今後そうしていきましょうか。サブミッションはあれだね。うぃー、あーこいつあれか、氷が弱いやつか。おいしょー、ウェイクネス、ウェイクネス、ウェイクネス。おお、ブリザーモード、魔法剣士リリー、お注射天使リリー、HP をいっぱい払って、さあ、勝負しよう、勝負しよう。じゃあ、お前は秒殺してやるぜ、スプリンガン、オッケー。さあ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 、ほら、振ってくるぜ、振ってくるぜ、もう一度振ってくるぜ、オッケー、振ってくるぜ、振ってくるぜ。ダークファイヤー、ダークサンダー、ファイヤー、使いまくり。これ終わってんだって、回復してたよね。精神の魔法石。これ1個でも、だね、なんともならないよね。パパ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 パ。ミッションが追加されていくだけなんだな。これでもまだ 3% か。ほう。じゃあ最後にあ、でもなんか、まだまだありそうな気がしてきたな。すげえ、すぐ言い訳してくるもんな、あいつらね。脱出兵。ライブラ。あ、なんか見たことないやつ来た。どうしよう。どれをやる？ラスト1個やろうか。もう時間が結構、あ、でもまだ25分くらいか。なんかすげえ増えてる気がするんだけど、マテリアハント、再戦イフリート。これクリアしたんだっけ？あ、そう、クリアしてるね。サンダー、HP。あ、じゃあ魔鉱石いっぱい手に入れた。体力の魔鉱石、いいね。じゃあ、あと10分くらい遊ぼうぜ。どんなミッションがあるかっていうのをみんなが見ていきたいですね。じゃん、じゃん、じゃん。このギターの感じがいいよね。こう、なんか弾き語りって、弾き語りじゃない、なんか、じゃん、じゃん、じゃんって。テイ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 、秒殺、病院に送って診察を受けたら、さあゲットでおしまいのエアストライク、マテリア HP 体力アップ、マックス AP アタック、パイパイ、いいですね。タオパイパイもお仲間ですよ。ブレイクしてる。じゃじゃっちゃっちゃ、ボスボス、なんか見たことないやつがいる。ロゼリアみたいなやつがいる。おお、なんかいっぱい入ってきた。あら、全員燃えろ、全員燃えろ、燃えろ燃えろ燃えろ、ダークファイヤー、ほっ、チェイ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 、やっぱ魔法の方が強いだな。あっちっちのチュー、ありがとう。なんかシャコガイみたいな、シャコガイじゃねえや、シャコみたいなやつだったな。シャコ美味しいんだよね。魔法石1個だけだったらなんか意味がなくて、なんか10個集めたらなんとかかんとかマテリアルができるとか、なんか15個でここまでのレベル、20個までここまでのレベルとか、なんかそういうオチになってそうな気がするけどね。じゃあもう2、3個は言い過ぎか。あれでも北条が、あ、そういうことか。バハムートとは珍しい。いや絶対やんないけどね、今やってもあれだもんね。ザ・残党か。ライブラ、そこライブラっていうのがさ、どんなブラジャーか気になって仕方がないんですよ。おっさん性欲まみれの人だからさ。わ、なんかワスラルル都みたいな雰囲気が出てる。
Activating combat mode. はい、急に。うん。あ、てお、お前、さっきお前ら。やりよるば、しちゃこちゃやりよう、お前。おら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 。つるっと。甘い。お前らが攻撃を仕掛けようとしてきた瞬間に、あちょっと公平がいるってことは大津兵がいるってことだな、どっかに。どっかに宝箱3つもあるってことは、なかなかミッションのレベルと距離が長そうな気がしてきたけど、走る走る俺たち宝箱に向かって走る。あいつがラストか。あいつを倒しちゃったら終わりってことだから、ちょっとぐるっと回ってハッチ間違っていきたかったんだけど、くるっていてて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 。いいよー、言うですね貴様ら、なめんじゃないわよ。オラ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 、くるっと回って、あいててて、なんか銃で撃たれてる、ボッコボコで撃たれてる。提督、何、提督みたいな、提督強え、提督強え、強え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 、ほら、ほら、ほら、たまれ、ほら、あぶれ、よけて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 、よしゃー、ベイベー。ちょっと待って、宝箱、宝箱。このタイミングで、あー、そっか、HP が200しかないから、ちょっとポーション使いましょう、OK。Activating combat mode。やってきたー。てお前ら寄ってたかってバナナかよ、そら夜更けに向かってバナナかよ、てててていていシャーベイベー、しょげないでよベイベー、バネやめんなって言うんだ。で、で最後あいつを剣に入れようと思ったら、またなんか余計なのが出てくるんですよ。ですよね、そんな予感しかしなかったよ。てサンダープサンダープ OK 背中を見せたらお乳の恥なんです。痛い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 、血、本当に血だ。バタバレ、痺れろ、あちょ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  OK 燃えて、燃えろ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 、しゃーダークファイヤーマスター、あっぶね、待ってね。しか装備じゃなくてアイテムで。よし、オッケー。こんだけありゃなんとかなるでしょ。ポーションなんてすぐにね、買えますから。ここでショップ行けたりすんの？あ、行けちゃうんだ。いいのそれで。3つ。なんて家からなんだ。まあ、誤って買うっていうのを防ぐためなのかもしれないけどね。敵ってランチャムじゃないと、そういうことですか。じゃあ逃げよう。そうはいとんやが下ろさねえってか、なんか腹立つ、なんか腹立ちんか、腹立ちんか。あ、ちょポーション。あら、あら、あら、おー、やっぱ強くなってるな。もう一回戦おう。ああ、ここから戦ってくれるの、優しい仕様ですね。でもステータスは同じってことになるんですね。最初逃げようとしたことがまずミスだったっていうことですね。まあ、やっぱ背中に傷を負わせようとしてくる操作野郎はダメだっていうことですね。身をもって教えていただきました、ありがとうございます。これ燃えろ、もう一丁燃えろ、そして私はその間に乗る。怖い、そんな大振りで私に勝てると思っているのか、って言って背中を取られちゃ痛いです。コンフリクトリゾーブ、やばいな。ちょっと待ってね、最終戦あいつがそんな楽に戦わせてくれる相手とは限らないから、お兄さん待っててね、私今からのことはチュッチュしに行きますからね、っていうことで、ういーていていてい、あーだ、先にほら、あとはもう残りアタックパイパイサオパイパイを使い切るまでお前を凍らせて死んでよ、やってーミッションコンプリート、消えてなくなって溶けてゆく、まるでバイオハザード C でございますね。そう、どんなブラジャーかな、ライってことは雷でしょ、つけたら乳首がずっとこう性感帯チク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 いじってもらえるから、やばそうだな。こうか、どんなマテリアですか。
ライブラ、何？戦闘中に選んでいる敵の状態を見ることができます。うん。それ果たして強いのか。このマスターってどういうことなんだろうな。こいつ育てていくってことでしょ？他にも育てた方がいいっていうのがいっぱいあるのかな。どうなんだろう。わかんねえな。他にはあ、ボタンちょっと、いや、あいちゃって今装備してるやつか。体力アップしたっていうところで何か意味があるのかよく分からなくなっちゃったね。じゃあ、そんなことはいいので、最後に、マテリアルルームでどうなるかっていうのだけをちょっとちらっと覗いて、このパート一旦終了としましょうか。次回は、メインミッションを進めていきます。それを僕たちに預け、はい、預けます。はい、渡した。そうだ、よかったら。あ、じゃあ見る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 。じゃ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 。マテリア生成に入る。総員、準備はいいか。あ、そんな大掛かりなあれなんですか。すごいな。メインエンジン、スタンバイ OK。いつでも来い。かっこいいな。起動。発光エネルギーの凝縮率は 3.5% です。20、30、40、50% で停止。めっちゃ戦闘音楽。出力を上げろ。欲しく開始後30秒が勝負だ。ガッテン承知。あ、なんか急に英語っぽ。はあ。凝縮率上がりません。冷却装置準備。発光エネルギー出力最大。出力 120% を確認。いや、じゃあダメじゃん。これ機械壊れない。大丈夫そうですか。凝縮率上昇。70、80、90% を突破。よーし、来たぞ。あと一歩だ。凝縮率 100% を確認。メインエンジン停止。メインエンジンの停止を確認。一丁上がり。一丁上がり。ヘイ、ハマチお待ち。で、これで何が。マテリアが出来上がったよ。なかなかの出来栄えだ。君からもらった魔鉱石だからね。このマテリアは。なるほど。だからこれを作る過程が研究にとっては面白いっていうことなんですよね。あ、そうなんですか。かなり久しぶりなんだ。いろいろと事情があってね。だから手に入れてくれるソルジャーの人たちがいないからってことなのかもしれない。エスナ。ちょっと待ってね。アイテムっていうところに、あ、まだあるな。5個集めてマテリア合成に使うと限度あります。体力が1アップします。ちょっと待って、リフリートマテリア、でマテリアでライブラ、ん、違うな、あ、エスナ、これか。ステータス以上回復する魔法エスナが使えるようになります。ほん、はい、じゃあこのあたりで終了とさせていただきたいと思います。次回はね、メインストーリーセフィロスと共にイチャイチャしていきたいと思いますので、ぜひそちらもご覧いただけたら幸いです。ミッションいろいろお付き合いください。どうもありがとうございました。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンも押していただけたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバイ。